いらっしゃい。そうだね。いらっしゃい。あんたの出会いの記録だよ。あんたの出会いの記録だよ。あんたの出会いの記録だよ。プロフィールを編集できるよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。頼むぜ。マッチしたぜ。振り向かせてみせるぜ。よろしくね。喜んでもらえたみたいだ。ねえ、そうだな、これにしよう。なんて返そうか。やったぜ。気が合うわね。よっしゃ、いい反応だ。ほら、おお、なんて返そうか。
これだ。そうだな。よし。かっこいい。よっしゃ、いい反応だ。そうね。そうだな。これだ。なんて返そうか。気が合うわね。それ好きよ。喜んでもらえたみたいだ。サービスね。良いものをいただきました。ねえ、なんて返そうか。これにしよう。そうだな。いいぞ。嬉しい。喜んでもらえたみたいだ。これだ。なんて返そうか。どうかな。ここはスタンプだ。よっしゃ、いい反応だ。ありがとね。よし、全力でアピールだ。なんて返そうか。よし、やったぜ。やったぜ。よし。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。一番ちゃん、会いたかったで。んーちゅ、アプリと全然違う。こんなはずでは。絶好調だ。いらっしゃい。いらっしゃい。
どんどん課金するんだよ。毎度あり。プロフィールを編集できるよ。プロフィールを編集できるよ。あんたの出会いの記録だよ。これでどうだ？マッチしたぜ！よし、目指すはデートだ。ねえ、喜んでもらえたみたいだ。よっしゃ、いい反応だ。ねえ、なんて返そうか。これにしよう。そうだな、やったぜ。気が合うね。喜んでもらえたみたいだ。どう？
まずいだろうこれ。どうしよっかな。なんて返そうか。これだ。そうだな。よし。ねえ。よっしゃ。いい反応だ。これにしよう。なんて返そうか。いいぞ。嬉しい。よっしゃ、いい反応だ。特別ね。なんとまあ。ねえ。なんて返そうか。これだ。そうだな。ありがとう。喜んでもらえたみたいだ。どう？ここはスタンプだ。ありがとう。よっしゃ、いい反応だ。よし、全力でアピールだ。なんて返そうか。いいぞ。やったぜ。よし。やったぜ。よし。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。我们终于见面了呢，别看我这样，我可是很擅长帮人加油打气的。你说我加油打气的样子像拉拉队女孩，你说呢？你既然都来了，就再待一会吧。我今天也没什么事，不然你陪我好了。你应该不会不愿意吧？
我手做兔子造型的蛋糕，是不是很可爱？我可是很有才华的哦，才不是因为会见到你我才特别做的，我只是刚好顺便做而已啦。不好是要老实说，我才不在意呢。怎么样，我这身造型好看吗？这次是来海边拍摄写真的，你来帮我看看我新学的拍照姿势怎么样吧，也顺便让你帮我试拍个几张好了，可不是谁都可以帮我拍的哦，你可要好好拍。疲れてきたな。いただきます。いただきます。フレンチトーストに粉コーヒー、そしてエッグベネディクト。なんか映画とかで見る優雅な朝飯がそのまんま出てきたような感動があるな。そんな大げさな。一番はこういうの食べないの？そりゃこういう機会でもないと食わねえよ。いつもは卵かけご飯にわかめの味噌汁とかだぜ。私はそれも十分いい朝ご飯だと思うけどな。まあ大好物だしな、卵かけご飯。毎日食ってても飽きねえし、このフレンチトーストがハワイの人にとってのそれなのかね。かもね。足立さんは朝は何食べてるの？やっぱり牛乳にアンパン？ちとせ、俺が毎朝張り込みしてるとでも思ってる？俺は最近オグラトーストにハマってんだ。トーストにバターとあんこを塗って食べるんだけど、うめえんだよ。これにホットミルクが今のブームだ。それ結局牛乳にあんパンじゃないの？おいおい、俺の話聞いてたか？食パンにあんこ塗って。あ、本当だ。まあ厳密にはいろいろ違うんだろうが、結果的に張り込みセットの親戚みたいなもん食ってんな。刑事時代の習性がこんなところに出てくるとは。ごちそうさまさん。 Thank you. Aloha.いただきます。ごちそうさまさん。Thank you。まだまだ余裕だぜ。お、ありがとう。
全運転で頼むぜ。ガチ行こうぜ。容赦しないぞ。ビビってんのか。うん。ガンガン行くぜ。光りかかりだ。行くぜ行くぜ。勝負しろよ。よっしゃ。勝利勝利。気合い入れていこうぜ。何見てんだ。行くぜ。お近づきの印です。いかがでしょう。なんだ、信じていいのか。見せてやるよ。お前と俺はもうダチだ。いいコンディションだ。行こうぜ。よっしゃ行くぞ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。こいつは行くぞ。行くぞ。おめえに決めたぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃だ。流れを変える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。とっておきの準備ができたぜ。どこから攻める。おめえに決めたぜ。これはどうする。死ぬ。どうかな。
相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。ナイスな一撃だ。こういうのはどうかな。おめえに決めたぜ。ここだ。ナイス。おら、はあ、よし、練習通り。流れを変える。これでどうだ。いい試合だったぜ。またな。調子出てきたな。ひとっ走り行くか。What are you looking at? This ain't a show, dimwit. It's not gonna take that.
ジットカードの利用明細が来て、見たらめちゃくちゃ高額だったんだよ。なんだ、詐欺にでもあったか。俺もそう思って通報する勢いで一つ一つ明細を見たんだ。そしたらなんと。なんと？全て真っ当な請求だったんだよ。確かに全部買ったわってな。はあ？ん？で？いやまあそれだけなんだけど、詐欺られなくてよかったって話。みんなも明細はちゃんと見るようにな。この時間返してもらってもいい？This will be a good workout. 準備はできてるぜ。ぶちかます。二人がかりだ。いや、調子がいいぜ。容赦しないぞ。逃がしゃしねえぜ。調子が出てきたな。ビビってんのか。よっしゃ。どこにでも行けそうだ。勘弁してくれ。行くぜ。これで仲間になってくれよ。よし、よろしく頼む。絶好調だ。頑張りますか。
そんなゴーレバー。うそ。あーしま。攻め抜きだ。I'll kick you down and やんのかこの野郎。やんのかこの野郎。よし、やるぜ。二人がかりだ。おや。頑張りますか。いい調子だぜ。気持ち受け取ってくれねえか。なんだろう、どうしてこれを仲良くやろうぜ。
んていうか民度の低そうな場所だな。おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、病たちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。病たちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫？トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな。だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀氏のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人のもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは、何か知ってることがありゃ病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな。分かった。おう、古着屋があるぜ。あのジャケットかっこいいな。足立さん、アメカジとか好きそうだな。俺ら世代はアメリカ映画とかにもろに影響を受けてるからな。昔戦闘機のパイロットが主人公の映画が流行ってな、同じジャケット着てサントラを聴きながら空港行ったりしたぜ。懐かしいな。あの頃は若かった。いい趣味してんな。そのジャケットは今どうなったんだい？太って入らなくなっちまったよ。あの頃は細かった。そっか。仲良し。また距離が縮まったな。ん？隊長、今日万全だぜ。気分が乗ってきたぜ。勝ち行こうぜ。二人がかりだ。いや、よし、やっちまうか。おや、うん、出番が来たな。攻める気だ。ガンガン行くぞ。ほら、向かうところ敵なし。いい感じだな。
いらっしゃい。どうも。ちょっと聞きたいことがあるんです。いいですか。客じゃないってことかい。すいません、俺です。富澤か。よく堂々と顔出せたもんだね。また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい。病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるたな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。他人様の島で世間話したええ度胸してるの踊れら。えらくしみるな、ハワイで聞くヤクザの広島弁は。日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはな。そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？キリュウさんを返してもらうぞ。あの人はどうだ。なめた口聞きやがってこのアホンダラ。お嬢せえ。勝ちに行こうぜ。地獄を見せてやんよ。よし、手貸すぜ。やっ、よし、よし、やるぜ。ガツンといくぜ。腰抜き野郎が出番が来たな。やんのね。必殺。うわ、攻める気だ。調子だぜ。威勢が良かったな。口だけだったな、あんた。アホ抜かせ。わしはまだまだやれるで。キリュウさんがどこにいるか聞かせろ。これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。あの男ならシアタービルぜ。シアタービル知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし、手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。Hey,
だまだ余裕だぜ。受けますか？こちらの試験でよろしいですか？ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？
Aloha! いただきます。いただきます。ガーリックシュリンプ。定番中の定番だがやっぱうめえな。さすが本場。ああ、これならナンバも食えそうだな。ナンバさん、エビ嫌いなの？嫌いっつうか、なんか苦手になったって言ってたな。蝶ってやつが作ったエビチリはうまいって言いながら食ってたけど。へえ、そういう人もいるんだね。なんかあったのかな。エビフライの尻尾を残す人とかはいるけど。俺は尻尾も美味しくいただいちゃうけどな。俺も昔は元気にいただいてたんだけどな。前に勢いよく食べたら尻尾が歯茎に突き刺さってな。尻尾を見るたびにあの痛みがフラッシュバックしてためらっちまう。いろんな人がいるな。このガーリックシュリンプはいいのか。これは小さいから別にいい。俺のトラウマになったのはジャンボエビフライの尻尾だからな。あれが突き刺さるって相当だろう。初手で刺さるわ。エビフライは硬いわで、口の中ボロボロよ。完食したけど。したのかよ。みんなも油断せずエビには注意するんだぞ。はーい。ごちそうさま。Thank you. I'm gonna school. よっしゃ、行くぜ。ガンガン行くぜ。俺もやれるぜ。判定。行くぜ行くぜ。Let's go. Let's go. さあね。やるのかい。俺来い。 Do something already。 行くぜ。おー、違うよ。みんな返し。いい調子だぜ。
やんのかこの野郎。ぶちかます。そいつか。調子がいいぜ。やったろうぜ。せっ、うお、勝負しろよ。見たかに気合い入れていこうぜ。Saying a show, dipshit. Your face pisses me off. いくぜ。ガンガンいくぜ。そいつか。頑張りますか。ほら来いよ。ビビってんのか。必殺。俺の番だな。さあ、うそ。ほれほれ。もらった。攻め時だ。来ねえのか。やるのかよ。ぶちかます。やるか。ほら来いよ。よし、いくぜ。クライアネ、出番が来たな。やりにくいぜ。ズリア。ダッハ。ガンガン行きたい。そいつか。俺の番だな。やるか。おや、頑張りますか。見さらせ。うわあ。そいつか。ほら、勝負しろよ。いや、こっちがつかめたんじゃねえか。まだやろってんのか。行くぜ。これで仲間になってくれよ。これは俺の気持ちは…お前の気持ち伝わったぜ。うまいもんね。Aloha! いただきます。ごちそうさまでした。Thank you!Knock it off with the staring!
調子出てきたな。そう。いつでもいいぜ。あそこになんかあるぞ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。腰が張るぞ。気分が乗ってきたぜ。アロハ。いただきます。ごちそうさま。 Thank you。
お。トミー、キリュウさんがいるとしたらこのビルのどこだ？ああ、それなら多分最上階かな。病の腹心だけが出入りできるフロアだ。俺も数えるくらいしか入ったことがねえ。おめえらは病ってのには会ったことがあるんだよな。どういうやつなんだ？杖ってのはもちろんあるんだけどよ、何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだ。ああいう目ん中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな、要注意人物ってわけだ。ああ、それに意外と人望もあるみたいで、手下もかなり気合入ってるぜ。なるほど、道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと、頼りにしてるぜ。さあ、行くぞ。頭かち割るぞ、こら。やんのか、この野郎。ぶちかます。うん、腰抜け野郎が。逃がしゃしねえぜ。受けてみな。ガツンと行くぜ。さっさとかかってこいよ。容赦しないぞ。ほら来い。おいおい、もう終わりかよ。調子がいいぜ。どれどれ、こっち見ろよ。こんなもんかよ。本気だったよ。ほら来いよ。調子が出てきたな。ガンガン行くぜ。手伝うぞ。かますぜ。見さらせ。行くぜ行くぜ。しろよ。見たか。しっかり勝利。俺もまだ若いね。大人の渋みが出て。てめえ、誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。裏切り者が。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ、仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。へっ、よく言ったぜトミー。しゃらくせえ、俺たちの恐ろしさ思い出させてやら。ぶっ殺してやるぜ。さっさと始めようぜ。ぶちかまっ。やたろうぜ。そいつか。おりゃ。容赦しないぞ。どれどれ、かかってみろ。来いよ。必殺。うわー、ダンス。うわー、ダンス。調子がいいぜ。なんだ、逃がしゃしねえぜ。行くぜ。せい。やーらよっと。
でもできそうな気分だ。劇場がそのまんまアジトとはな、なかなか洒落てるじゃねえの。とてもお客さんが入れる状態には見えないけど。このフロアは病の連中が好きに使ってるからな。どこで勝ち合うかわからねえ。気を抜くんじゃねえぞ。怒られる覚悟はできてるぜ。頑張りますか。こっち見ろよ。喜び見さらせ。うわあ、俺の番だな。さっさとかかってこいよ。本気出せよ。行くぜ。やっ、ガンガン行くぜ。ほら、よそ見すんな。やんのかい。調子が出てきたな。ほら行くぞ。来いよ。出番が来たな。来やがれ。ビビってんのか。あん？来いよ。こうねえのか。ヒッサー。よし行くぞ。こっち見ろよ。逃がしゃしねえぜ。あ？やるぞ。もらった。おや。ぶちかます。よそ見すんなよ。攻める気だ。行くぞ。おらよ。おら、ガンガン行くぜ。そっちか。はぁ、頑張りますか。おら、俺の番だな。行くぜ。いや、隅々まで。ぶちかま。当たりがかりだ。や。調子が出てきたな。出番が来たな。開けてみるか。やったぜ。
ガンガンいけるぜ。頭かち割るぞ、こら。準備はできてるぜ。よし、やるぜ。かかってきな。ほら、来いよ。腰抜き野郎だ。どうした？あ？やるかい。ほら、来いよ。ほら、来いよ。ほら、ほら。ほら、来いよ。ガツンと行くぜ。受けてみな。効かねえぞ。出番が来たな。効かねえぞ。俺の番だな。もらった。ほら、死ぬ気まで。調子が出てきたな。逃がしゃしゃ。よし、俺もまだ調子に。
ぶっ潰してやる。やんのかこの野郎。俺の番だ。ふう、嫌がれ。ふん、やんのか。見入ってんのか。やるのかよ。おいおい、ガツンと行くぜ。頑張りますか。はい。よし。やるのかい。よっしゃ、調子が出てきたな。来ねえのか。腰抜け野郎が。ぶちかます。何がかりだ。逃がしゃしねえ。俺もやれるぜ。こうしようよ。やっ、出番が来たな。俺の番だな。行くぜ。ほら、ほら、綺麗にやった。こいつだ。いつでも攻める気だ。ガンガン行くぜ。また強くなっちゃった。吸収が早いのよ。いい感じだな。地獄に送ってやるよ。やろうぜ。ぶちかまっ。おい、こい。お、やるか。頑張りますか。よし。行くぜ行くぜ。低下すぜ。やっ、出番が来たな。腰抜けやろうが。おい、おら。
ほら調子乗ってんじゃねえぞ。よっしゃ調子が出てきたら、俺の番だ。調子がいいぜ。いつでもいいぜ。もらった。頑張りますか。人生これ成長ってな。まだまだ余裕だぜ。島津軍にあげてやるよ。よっしゃ、行くぜ。ぶちかまっ。かかってこいや。ビビってやるのかよ。こいよ。受けてみな。頑張りますか。やんのかい。かかってきな。行くぞ、ほら来いよ。見さらせ。うわうわ俺の番だな。やったろうぜ。行くぜ。いや三組まで回答。おりゃな。おい、開けてみるか。開いたぜ。Thank you.
きたな。開けてみるか。やったぜ。お。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバ、あいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつうパスエ感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。キリュウさんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺が舐められてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろう。太田君とかいい教育方針でやってるみてえだな。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ねえ、もうな、放っておいたら。そうよ、あんなの意地悪。すぐ終わるからね。余裕しゃくしゃくだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。受けてみる。出番が来たな。いつでもいいぜ。うさ、ほら来いよ。必殺アタレ。よいしょ、行くぜ行くぜ行くぜ。おりゃ、ほら切れちゃった。喰らえ。
完全復活だ。ほら、しゃっきりして。さあ、行くぜ。ガンガン行くぜ。ほら、来いよ。こっち二人がかりだ。やんのかい。調子がいいぜ。やっちまうか。頑張りますか。楽しませる。かかってきな。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。ちょっとそろそろ本気出してよ。親父どうぞ。そうだな、たまには本気出すか。予想こういうのは気流に期待してたんだけど。早く来いや。攻める気だ。しびれる。こっからだろうが。ズリア！持ってこいよ。ありがとう。行くぜ行くぜ。もらった。どぎついの行くぜ。よし、うさ。出番が来たな。必殺。ごちそうだ。残さず食らえ。できたな。光年がまだまだやろうぜ。
ほら、一杯やりなよ。悪いな。きついな。調子がいいぜ。手貸すぜ。おれ。へばってんだな。楽しいのはこっからだ。さっさと終わらせる。ガツンと行くぜ。命を大事に。回復だ。ありがとう。ありがとう。体を持て。わけまで勘弁してやるよ。よし、上昇上昇。コツつかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきた。また成長しちゃった。もう一遍だけ言うぞ、キリュウさんはどこにいる。知らねえっつったらどうする。なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ。やまい、富澤。これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたら、キリュウさんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。うん、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会が
こぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ？少し安心した。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富澤の件にしろ、桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの件からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃ、お前らとはこれっきりだ。ああ、ヤマイ、最後に一つ言わせてくれ。ああ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取ったって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前、いたぞ、あのガキだ！捕まえろ！絶対に逃がすな！よせ、おい、よせ。手出すな！キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日、何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから
彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか。あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って、今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ、茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。桐生さんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしんない。怖がる？桐生さんがですか？自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番。
茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。気にしてください。ああ。じゃあまたな、一番。ああ、いやちょっと待った。一ついいか。お前ハワイ来た途端ちいちゃんなんか捕まえやがって。サッちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、じいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ頼んだぜ、ナンバー。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。それで、何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。
わったよ。現場百遍は捜査の基本だ。この辺は青い花も咲いてるんだな。花の種類も日本と違って似てるだけでも楽しいな。鶏を見てると昔飼ってたのを思い出すな。足立さん鶏を飼ってたことあんのか。おう、ガキの頃縁日で飼ったカラーヒヨコが成長してな。じゃあ毎日卵かけご飯タダで食えてたのか。いや、オスだから卵産まねえんだ。だから、おい、まさか俺の目覚まし時計として立派に活躍してもらったぜ。焼き鳥にしなくて安心したよ。よっしゃ、深く知れた気がするぜ。何でもできそう。安全運転。Stay in a
当てる気しないよ。広いショッピングモールだな。迷子になっちまいそうだ。そういや、昔迷子を保護したことがあってな。3歳くらいの子でよ。幸い家族はすぐ見つかったんだが、なかなか離れてくれなくてな。あれ、懐かれちまったのかい。離れると泣くもんだから、結局その子の家にまで行って晩飯食って帰ったんだった。なんか不思議な気分だったぜ。へえ、足立さんは結構子供に好かれやすいんだな。かもな。元気でいるといいな、あの子。仲良し。また距離が縮まったな。これだな、うまく取れたぜ。Aloha! Thank you! できたぜ。アロハ。おい。Sure thing。
やったじゃねえか。おっしゃ、おっしゃ。
準備はいいか。よっしゃ行くぞ。スジモンバトル開戦だ。おっと、両チームとも気合が十分のようだ。今宵も始まります、スジ神。あっと、体勢を整えるようです。逃げんじゃねえぞ。たまらんぞ。こいつね。さあ、おっと、盤面が変わりました。強烈に打ちが止まった。大技を打つ準備が整ったか。よっしゃ。よう、おっと、体勢を整えるようです。くらえ、逃げんじゃねえぞ。たまらん。ここで強敵が登場だ。こいつね。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。さすがチーム、攻撃撃破。一気に波に乗ります。よっしゃ。くらえ、逃げんじゃねえぞ。強烈な一撃が炸裂。こいつね。互いのプライドがぶつかり合います。たまらん。ここで強敵が登場だ。よっしゃ。一つのミスが命取り、緊張が走る。盤面が変わりました。こういうのはどうかな。撃破。一気に波に乗ります。こいつね。あっと、体勢を整えるようです。強烈な一撃が炸裂。よっしゃ。さあ、ここからどう勝負が動くのか。盤面が変わりました。死ぬかもな。うら、たまらずダウン。こいつね。体勢を整えるようです。これだ。強烈な一撃が炸裂。行きますよ。たまらん。ここで強敵が登場だ。それ。大技が隠れた。大ダメージだ。両マネージャー、この展開をどう読む。強烈一撃が炸裂。よっしゃ。たまらずダウン。一つのミスが命取り、緊張が走る。ジャストミート。ファイターの体力が大きく回復しています。こいつね。さあ、ここからどおっと、盤面が変わりました。行きますよ。さあ、おっと、
ろそろとっておきが飛び出すか。よっしゃ。ここだ。ナイス。これはとんでもない刺激が決まった。こいつね。行くぜ。おっと、最後の一撃が決まった。マネージャー春日、素晴らしい采配でした。変わりました。たまらずダウト。必殺技の気配がしてきました。ここでファイターを入れ替える。こういうのはどうかな。強烈な一撃が炸裂。ここで強敵が登場だ。やっぱあっと、体勢を整えるようです。逃げんじゃねえぞ。さすがチーム強敵撃破。一気に波に乗ります。一つのミスが命取り、緊張が走る。ここでファイターを入れ替える。ここだ。よっとっと、体勢を整えるようです。たまらずダウン。ここでファイターを入れ替える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。強烈な一撃が炸裂。姿勢を整えるようです。くらえ。逃げんじゃねえぞ。たまらずだ。あっと、そろそろとっておきが飛び出すか。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。
強烈な一撃が炸裂。ここで強敵が登場だ。くらえ、逃げんじゃねえぞ。たまらずダウン。ここでファイターを入れ替える。くらえ、逃げんじゃねえぞ。カット。おっと、必殺技の気配がしてきました。体勢を整えるようです。ここで強敵が登場だ。たまらずダウン。両マネージャー、この展開をどう読むか。あっと、ここでファイターを入れ替える。ここだ。ありゃあ、ファイターの体力が大きく回復しています。ゴリアロンデスカージ一斉にダウン。行きますよ。強烈な一撃が炸裂。整えるようです。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。強烈な一撃が炸裂。たまらずダウン。ここでファイターを入れ替える。くらえ、逃げんじゃねえぞ。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。あっと、ここで勝負あり。非常に素晴らしい戦いを見せてくれました。準備はいいか。絶対勝ってやろうぜ。行くぜおめえら、突撃。
待の一戦がついに始まりました。勝利の女神はどちらに微笑むか。おっと、盤面が変わりました。逃げんじゃねえぞ。行くぜ。ほっ、行くぜ。逃げんじゃねえぞ。おっと、決まった。そこまで。ふう、勝ててよかったな。全力で行こうぜ。頑張っていこう。行くぜおめえら、突撃。期待の一戦がついに始まりました。勝利の女神はどちらに微笑むか。おっと、体勢を整えるようです。逃げんじゃねえぞ。たまらずダウン。行くぜ。どうや、これでどうだ。盤面が変わりました。シャッシャッシャッ。強烈な一撃が炸裂。ここでファイターを入れ替える。落ち着いていけ。ファイターの体力が大きく回復しています。おっと、体勢を整えるようです。これだ。おっと、最後の一撃が決まった。全力で行こうぜ。絶対勝ってやろうぜ。スジモンバトル開戦だ。期待の一戦がついに始まりました。勝利の女神はどちらに微笑むか。おっと、ここでファイターを入れ替える。逃げんじゃねえぞ。しゃあ、体勢を整えるようです。これはどうする。行くぞ。たまらず。ここでファイターを入れ替える。強烈な一撃が炸裂。龍馬に、おっと、盤面が変わりました。こいつは行くぞ。さあ、行くぜ。ここからどう勝負が動くのか。よっとっと、大技が炸裂。大ダメージだ。みるみるチームが癒されていく。ここでファイターを入れ替える。こういうのはどうかな。面が変わりました。こいつは気に入るぞ。たまらずだ。あった、必殺技の気配がしてきました。こ
ここでファイターを入れ替える。それ強烈な一撃が炸裂。盤面が変わりました。シャー、そりゃおっと、ここで勝負あり。非常に何でもできそう。Don't run off too far. Not safe down. What's with the sign?してるの多いよな。あれ、そこに売ってるのドラゴンフルーツじゃねえか。なんだそれ、かっけえ名前だな。見た目も派手だが、うまいのか。全然知らねえけど、名前と外見だけで買いたくなるぜ。ジャケ買いみたいな。果物でジャケ買いって味もわかんねえのに買うのか。CD だろうがフルーツだろうがピンときたのは買うのが勝負。これください。しかしこれどうやって食うんだ。後先考えず買うのは何か。足立さんらしいな。よっしゃ、コンプリートだ。アロハ。Thank you. これはカズマ。どっかでちょっと休もうぜ。いいぜ。喫茶店とかか。海が見えて酒飲めるところがいいな。それただ単に酒飲みてえだけだろ。だがこのおっさんは。じゃあ、それ言うあたりで一杯やるか。よっしゃ、行こう行こう。なんかこういう現地の人が買いに来るマーケットっていいよな。土産屋も楽しいけど、それとは違うご当地感があってさ。わかるぜ。真実に触れたような妙な高揚感があるよな。そういうもんかね。俺らからしたらいつもの店だけど。そこがいいんだよ。こういう場所を知ってこそ街を満喫したと言える気がする。ローカルグルメとかな。まあ最大の問題は
見慣れない食材が多くて調理の仕方がわからんってことだ。確かに。この謎の実はどうすりゃ食えるんだ、割るのか。まだまだ満喫にはほど遠いな。教えてください、富澤先生。たくしょうがねえな。どれ見せてみろ。さすが頼りになるぜ。この実はどうすりゃ食えるんだ。お前も知らねえのかよ。いらっしゃい。ありがとう。ファイヤーダンス見てた人と随分意気投合してた。まあまあって感じだな。そうか、まあ、その意気だな。足立さん、この間頼まれた件だが、今のところいい情報はないな。そっか、まあ仕方ねえ。俺もダメ元と思ってたしな。気を落とすな。もう少し聞き回ってみる。よう、どうしたい。何の話してるんだい。まあちょっとマスターに頼み事をしててな。ありがとうよ。忙しいとこ悪かったな、マスター。気にしないでいい。で、マスターに頼み事って何だったんだい。それとも俺には内緒か。そういうわけじゃねえんだがな、昔ハワイに移住したはずの知り合いがいるんだよ。こっちでジュエリーの店を開いたって聞いてたから、どこにあるのかマスターに調べてもらったんだ。へえ。でもさっきの様子からすると見つからなかったってわけか。本当に店を開くことができたかもわかんねえんだ。雲をつかむような話なんでな。けど何もマスターに頼まなくったって、その知り合い本人とは連絡取れねえのか。ええ、最後に会ったのがもう20年も前なんでな。なるほど。当ててやろうか。その知り合いってのは綺麗な女の人だ。ふん、まあそりゃそうだな。その人とはどういう関係だったんだい。たく、興味津々じゃねえか。お前が思ってるような話じゃねえぞ。そりゃ聞いてみなきゃ分かんねえだろ。俺が警官だった頃、彼女はとある事件の関係者だったんだ。20年前に偉人町で起きた宝石店強盗事件で被害に遭った店主の娘さん、当時はまだ高校生よ。宝石強盗か。犯人は3人組だったが後日逮捕した。取られた宝石も回収できたよ。おお、やるじゃないの。さすが日本の警察は優秀だね。その事件を足立さんが担当したってことか。ああ、大勢いる捜査員の一人としてな。で、その時の娘さんが今じゃハワイで宝石店を開いたと。
噂ではそう聞いたんだ。だからせっかくハワイに来たことだし、元気にやってるか一目見とこうと思ってよ。向こうは足立さんのこと覚えてんのかい？さてどうだろうな。それこそ会ってみねえことにはわからん。大丈夫だ、足立さんのことだからきっと感動の再会になるよ。まあそうだといいんだがな。とにかくその店が見つかるといいな。探す手がかりは何かあるのかい？彼女の名前だけだな。真鍋明子さんってんだ。ハワイで日本人がやってる宝石店なんてそう数はねえだろうし、手がかりとしてはまあ十分だと思う。確かにな。とはいえ店は出したもののうまくいかなかったってこともあり得る。そもそも本当に店を出せたかも確かじゃねえ。まああんまり期待しすぎないよ、気長にやるさ。おう、それが良さそうだ。よし、じゃあ明子さんが成功してることを祈って。うん。ありがとうよ。乾杯。よ、足立さん。おう。あ、そういやさっきマスターと話した。ん？あれか、アキコさんって人の宝石店、ハワイにあるか調べてもらってんだよな。うん、それよ。結果から言うとやっぱり見つからなかった。おっと、そうだったのか。まあでもまだわかんねえよな。マスターもハワイ中を調べきったわけじゃねえだろ。とはいえ結構方々に当たってくれたみたいでな。正直俺はもう半分諦めかけてるよ。もしかして隠しダンジョン的なとこにあるのかも。ってことなら簡単に見つからなくて当然だ。なんだよ隠しダンジョンって。超高級品しか置いてなくて選ばれた金持ちだけが入れる店みたいな。ああなるほどな。いや確かにそういう店もありそうだ。俺もこれからは宝石店がねえか街で気をつけてみっから。うん、ありがとうよ。まあしかし実を言うとだな。ん？アキコさんは俺が会いに行ったら迷惑に思うかもしれねえ。なんでだよ。20年前に彼女ん家の宝石店が襲われた時、本当言うと警察は未然に防げたかもしれなかったんだ。未然に防げたってどうやって？事件が起きる数日前、店に不審な客が来てるって警察に通報が入ってたな。その通報者ってのが当時女子高生だった明子さんだ。へえ。けど不審な客ってだけじゃ警察も動きようがなかったんじゃねえか。わざわざ署まで相談しに来てくれたんだが、相手が高校生の言い分ってこともあった。親御さんの方は娘があんまり真剣に言うもんで一応付き添いできたって感じだったらしい。で、あんまり大人が深刻に受け止めないでいたら実際に強盗が起きちまったってわけか。俺事件の後明子さんを事情聴取して、そこで初めて事前に署へ相談してたと聞いたんだ。彼女によると週に何日も店に来るのに毎回何も買わない男性客がいた。そして
店の様子をじーっと舐めるように見回してたっていうんだな。確かに怪しかったんだろうけど、それだけじゃ警察が動くにも決め手がねえ感じか。せいぜい付近のパトロールを増やすのが関の山。それだって何日も延々とは続けられねえ。結果として実際に宝石店は強盗どもに入られることになった。その犯人はやっぱり明子さんの言ってた男だったのか。うん、犯行グループ3人組のリーダーだった。なるほど。犯行時明子さんは店にいなかったが、親御さんは夫婦揃って縛り上げられた。軽傷で済んだのは不幸中の幸いよ。だがしばらく生きるか死ぬかの恐怖を味合わされた。事件後は休業して、やがて犯人も捕まりやしたが、結局宝石店は閉めることになった。はあ、なんともやりきれねえ話だな。明子さんは警察がろくに動かなかったとえらく怒ってたよ。そりゃそうだ、彼女の方は打てる手を全部打ったのに、警察のせいで両親が危険にさらされたんだから。明子さんからは何を言われたんだ。足立さんが事件の事情聴取したんだろ。だから言ったのに、刑事さんはみんな私が何を言っても信じてくれなかったって。そいつはきついのをお見舞いされたな。刑事時代苦い思い出はいくつもあるが、これもその一つだ。じゃあ足立さんは明子さんに会って事件のことを謝りたいってことが。さてどうなんだろうな。まずは何より彼女が元気でいるか知りたい。俺だって今回たまたまハワイに来たんじゃなきゃこんなこと思いつきもしなかったはずだ。その先は実際に会ってみなきゃわからねえか。そういうことだな。刑事時代の知り合いにも後で連絡してみるよ。明子さんが本当にハワイに店を出したのか、誰かその場所を知ってる知り合いはいないか。あれ、なんだよ、そっちの線はまだ当たってなかったのか。もし万が一彼女が不幸な人生を送ってたらって、それが怖くて本腰入れて調べらんなかった。そっか、はあ、なるほどな。まあでもお前にいろいろ白状してたら少し気持ちが外に向けられるようになったよ。ならよかった。やっぱりたまったもん吐き出すにはダチと飲むのが一番だろ。そうだな。認めるよ。私の出番ね。行こうぜ。イエーイ。
シャドウ記憶さ咲くおいおいおいアクセルきしむハイウェイシティ助手席うつむくお前の90色の憂いといたナイフのような俺を包み込んだスピードベイヘッド出るようなパストやフューチャー俺が塗り替えてやるさ行こうぜ二人きりのエデン一億二億百億のキスを浴びせてやるベイベーこの腕抱いてお前を二度と話はしないはいはいマシンガンキスで just fall in love あがっさおいおいの出番だな。盛り上がっていこうぜ。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい俺は愛してでもまだ俺は俺を信じたいんだ逃げねえし死ねねえ鳴り上がるぜ世界で一番かっこよくて強い勇者になり上がるぜ世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせにはまだ早いぜどん底から夢見た姿へ俺と成り上がろうお前プロになれるぜありがとうございます。
いらっしゃい。ありがとうね。これだな。うまく取れたぜ。お。なあ、へえ、ああ、戦闘準備完了。全力でたまつぜ。このチャンス真の出来じゃねえか。いらっしゃい。あの、いらっしゃい。うん、いらっしゃい。調子いいね。一緒にファイアダンス見てた人と随分意気投合してたじゃん。スタートショーシェフ。Yo!
What's up? Staying a show, dipshit. Staying a show, dipshit. いらっしゃい。いらっしゃい。あんたの出会いの記録だよ。頼むぜ。よっしゃ。振り向かせてみせるぜ。よっしゃ、いい反応だ。よろしく。なんて階層か。これだ。そうだな。やったぜ。喜んでもらえたみたいだ。はい、どうぞ。良いものをいただきました。ねえ、そうだな、これにしよう。なんて返そうか。好きかも。よっしゃ、いい反応だ。喜んでもらえたみたいだ。はい、どうぞ。なんとまあ。ねえ。
んて返そうか。これにしよう。そうだな、よし。嬉しい。好きかも。喜んでもらえたみたいだ。なんて返そうか。これだ。そうだな、いいぞ。ありがとう。どう？ここはスタンプだ。よっしゃ、いい反応だ。よし、全力でアピールだ。なんて返そうか。よし、やったぜ。へへ、いいぞ。よし、やったぜ。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。どちら様ですか。こんなはずでは。心も体もバッチグーよ。